中部学院大学短期大学部は、岐阜県関市霧ヶ丘にの一日本部を置く日本の私立大学である。1967年に設置された。中部学院大学短期大学部は、岐阜県関市内にある日本の私立短期大学。学校法人岐阜歳微学院により1967年に岐阜歳微学院短期大学として設置された。かつては、中部女子短期大学として、 最大五学科を要していた時期もあったが、中部学院大学の設置によりに学科体制に縮小されている。中部学院大学短期大学部における見学の精神は、神を恐れることは知識の始めであるとなっている。これは、旧約聖書、神言一章七節の原文を引用したものである。神を恐れるとは、愛と義と公平を求める神の意志を尊重することであり、 そこより始まる知識は技術的知性だけではなく、それを間に活かす英知的理性を指し、またそれは隣人愛に生きることを促し、正義、自由、平和を祈り求める知識を意味する言葉でもある。中部学院大学短期大学部には、介護職を育成する社会福祉学科、保育者を育てる幼児教育学科のほか、情報処理や経営学、 経済学などを学ぶ経営情報学科がある。幼児教育学科では、付属幼稚園や関連保育施設での実習も取り入れられている。イギリス、ノルウェイドイツでの福祉研修や、モンゴルや中国での研修が行われている。中部学院大学短期大学部は、キリスト教主義の教育を実践しており、クリスマス礼拝をはじめとした宗教的行事が行われている。 2005年度、財団法人短期大学基準協会における第三者評価の結果、的確認定を受けている。中部学院大学と同一キャンパスにあるという利点を生かした単位互換制度やまた、近隣大学との国際ネットワーク大学コンソーシアムによる単位互換制度を実施している。外国人留学生を受け入れている。学科学科の編成専攻科別科用事。 教育学科では、保育士資格、幼稚園、教諭二種免許状が取得できる。社会福祉学科では、介護福祉資格が取得できる。支所資格がすべての学科で取得できる。かつての初等教育学科には、小学校教諭二種免許状のほか、幼稚園、教諭二種免許状の課程もあった。かつての英文学科には、中学校教諭二種免許状の課程があった。 中部学院大学短期大学部のクラブ活動中部学院大学短期大学部の学園祭は現在中部学院大学と合同で行われる。2008年度、赤キャンパスではデパペペによるゲストライブが行われた。大学関係者中部学院大学短期大学部には学生寮がなくアパートを利用することになる。日本イギリスノルウェーモンゴル大原学園主催の 全国大学対抗ボキ大会において、本担大が個人戦、団体戦ともに優勝した実績がある。ありがとうございます。